ガイベルクはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属すマチソン。この自治体にはクビウのガイベルク地区のほか、いくつかの小さな集落が含まれる。ガイベルクは州内で有名な保養地でオーデンバルトとクライヒガウの境界にあたる標高200メートルから445メートルのネッカー王を自然公園内に位置する。ハイデルベルクからは南に 1> 約1 0トルほどの距離である。この村はもともと南東に下る斜面に沿った街道町であった。ガイベルクは東にバンメンタール、南に雷面のガウアンゲルロッホ地区とリンゲンタール地区、西と北にハイデルベルクと境を接している。ガイベルク町内には廃村となったバルドルフェス風前がある。12世紀の偽造文書には1016年に放棄された。 ゴーベンキルヒエン集落との記述があるが、ガイベルクにそれに該当する村はないと推察されている。ガイベルクはおそらく中世世紀にガウアンゲルロッホによる入植地として開拓がなされ、1312年にゴーバーグとして初めて文献上に記録された。この村はもともとボルムス市教領であったが、1419年にプファルツ選定校に購入された。 フファルツ選定考領内で、ガイベルクはメッカースハイムツェントに属し、15世紀にケラーライ・ディルソベルクの管轄下に移された。工作地は主に住民の所有であった。1803年にガイベルクはバーデンとなり、ネッカー・ゲミュント管区に置かれ、1857年には、この管区がエーバーバッハ地域管区に移管され、1863年には、さらに、 ハイデルベルク地域管区に移された。ここから後のハイデルベルク軍が創設された。1967年にガイベルクは州内で有名な保養地となった。この村は最近まで農業の村で森を利用した放牧や林間農業を含め特に林業が経済を支えていた。村の日雇い労働者も多かった。ハイデルベルクの森での林業により生計を立てていた。 19世紀の半ばから第一次世界大戦までは、サクランボ、その後はラズベリー栽培が重要な生活財源であった。ガイベルクの最初の工場は1957年に設立された自動車のゴム部品の生産工場で200人が働いていた。1968年には住民の半数以上が近隣の都市への通勤者となった。 その大部分がハイデルベルクへの通勤者であった。ガイベルクはネッカー・ゲミュント日本部を置く、ネッカー・ゲミュント自治体行政連合に属している。ガイベルクの議会は5年ごとの選挙で選出される12人の議員からなる。これに市長が議長として参加する。ズンガラ、銀字に緑の土地。その上に赤い石柱と黒い幹の緑の紅葉樹。 この紋章は1751年の裁判印象に遡る。この印象にはすでに木の傍らに柱が描かれている。1900年、ゲネラル・ランデス・ワルヒーフの提案を受けて、ガイベルクはこの紋章を採択した。この石は、現在もプロテスタント教会前の菩提樹の傍らに立っている。この石の意味は明らかではない。 古い墓石という説から十字架の残骸というものまで仮説は様々提出されている。旗は緑から白で1956年に内務省の認可を得た。ガイベルクの中心部ガイベルクの役場は1857年に学校として建てられた建物で新しい学校が建設された1905年から役場として用いられている。プロテスタントのペトロ教会の塔は おそらく13世紀に遡る。教会は宗教改革の時代1556年にプロテスタントの教会となり、その後プファルツ教会分離例によって一時的に再びカトリックに戻ったが、1707年にディルスベルクの教会と交換され、プロテスタントに戻った。1737年から1738年に長堂が建設され、 1850年頃ろ等に首労のスペースが作られた。1957年にこの教会は大規模な修復がなされた。カトリックのミハイル教会は1955年から1956年に古い礼拝堂の代わりに建設された。内陣は外観上プロテスタント教会の作りになっている。この教会は2007年に大規模な改修がなされた。ガイベルクは 修道を使って約 8km でアウトバーン A5 号線のハイデルベルク、シュベツンゲンインターチェンジに至り、公式道路網につながっている。また、公共旅客交通の利用も可能である。ラインネッカーバス交通のバス路線がライメン・ハイデルベルク、シャットハウゼンに通じている。ガイベルクはラインネッカー交通連盟のサービス提供地域に含まれている。ガイベルクには、 実業学校を併設した基礎家庭、本家庭学校がある。上級の学校は、ライメンやハイデルベルクに通う。ギムナジウムは、ネッカー・ゲミウントやバンメンタールにある。自治体は、図書館を運営している。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。